皆さんこんにちはこんにちは。ちは三橋 TV のお時間ですこの番組は月刊三橋会員の皆様のご支援によりお送りしておりますキャスターは私高家のと、三橋貴明です三橋 TV は三橋貴明のブログ新世紀のビッグブラザーへのエントリーを取り上げ視聴者の皆様に経済を学んでいただくという趣旨となっております皆様ぜひともチャンネル登録をお願いいたしますはいチャンネル登録,登録はこちらからはい 前回話題にしていた小沢一郎さんの新自由主義的な染まり方だけど日本改造論っていうのは1993年に出されてるのね彼それを書いたのは竹中さんじゃないかって言われているのですかいわゆるゴーストライター中身をあるいは少なくとも影響を相当与えていたんじゃないかです。言われてますだから当時の新政党はやっぱりまあ今の小沢さんは転校されたと思いますけどね それになんかバブル崩壊で自信なくした人たちが乗っかっちゃったみたいな、うんあ。この道だみたいな<ー>要は今までの日本の,その社会的なこう在り方例えば、えーまあ、例えば指名競争入札談合とかね公共事業で言えばあるいは株式持ち合い制度、はいはい、とかうん、うん、あるいは護送戦団方式金融機関全部大蔵省が守りますみたいな、はい、それがダメなんだと。 だ通期決算もう市販機にしなくちゃいけない。まあ要は株主資本主義に転換していったこれが日本の実体経済を救う道なんだってことになったんだけど、うん、別に日本の実体経済に問題なかったの。うん、のに。のに。だから一種のショックドクトリンですねうん、はい。ショックドクトリンが行われたと考えるときでしょう。はい、それがあの政治の方でも行われた、経済でも行われたんだけどね。それがクライマックス迎えたのはまあ小泉純一郎ですね。はいうん、その後また安倍晋三ことクライマックス迎えましたけどね。うん、そしてなんか、え、ー 小泉内閣以降の新自由主義政策を転換しますとか言ってた総理大臣が <laughs>、総理大臣、はい、誕生したと思ったら、そいつまたまたグローバリズムやってますからね。はい、もうやばいですな。ね、やばい,、はい。ということでですね、はいえー、8月13日土曜日に、 なぜ起きた世界大戦全然そういうことじゃないんだけど。<laughs> 大倉さんの罪と終戦77名の真実という特別講演会が浜離宮朝日ホールで開催されます。13時からですね。参加の申し込みはこちらからお願いいたします。土曜日なので皆さんぜひお休みだったらですね、ご参加いただければと思います。えー、経済塾ですが、8月20日に富田浩二先生をゲスト講師にお迎えして、第8回講義が。 開催さされます富田先生はどんなお話してくださるすか、えー、維新と戦ってらっしゃる方ですよね<ー>大阪であじゃあ維新についてあるいはその、まあ、グローバリズムグローバリズム的な政治うんあの多分我々が想像している以上に大阪広いですからねは<ぁ>、はい、一種のこうナチス化してますからね一種、えーはい、だって言論統制というかメディアコントロールをやってます言論統制してると言わないんだけどメディアコントロールをしてると、うんはい、そのやり口がだからあの めんどくさがらせるってやつです。よ記者さんとか。はい。はい。意思について批判的な記事書いたり放送すると、ガーガーガーがうるさいと。もちろんそこに言論、だから書くなって言ったら言論統制になっちゃうんだけど、言わないですよね。ただはガーガーガーがうるさいから、めんどくさいから書かないとこう、みたいな感じでこうコントロールしていくというやり口。ある意味頭いいですよね。はい。だから別に言論統制やってると思ってないように。ただメディアコントロールはやってる確実にね。はい。 えー、形成次論ですが、口頭論第43回、天白の地、歴史理事実第43回、七死神王体、サラに、が、えー、リリースになりますので、ぜひ皆さんご入会いただければと思います。はい、ということでですね、あの、多分、今から3年間は、おそらく選挙がない、可能性があると。<え>もちろん岸田総理大臣が明日衆院解散しましたらできるんだけど、はい、多分やらんでしょうと。うん、いうことで、いわゆるその黄金の3年間、って言われてるんです。うん あの自民党にとって、はい、選挙がないから、はい、3年間選挙ないです、はい、でその黄金のせ3年間で大体とんでもないことあるんです、はいはい、だって選挙ないからです、うん、選挙ないからで、えー、民,民主党の時は2010年に菅直人が総理大臣だった時に参議院選挙がありましてそれで野田佳一行になったと。うん いうことですね。参議院選挙は、うん。あの時負けたのかな、民主党はね。私は勝てなかった選挙ね。だから出たけど勝てなかった選挙なんだけど。ああ自民党がある程度勝ちました。はい。で、そこで、あの、選挙がしばらくないっていう状況で、消費税の増税っていうのが進んだんです。もともと消費税については議論もしないって言ってたんですよ。鳩山、鳩山の時代っていうのは民主党。へーあ。もちろん嘘ですけどね。嘘でした。ああそれで、まあ、じゃあ、まあ、自民党側としては、 じゃあ消費税の三党合意ね、公明党を含めた三党合意に賛成してやる代わりに総選挙しろと。はい、いう感じで、それバーターされたんですよ。<ー>で、総選挙したら勝てると分かってたのね、自民党は。はい、ということで、あの消費税の三党合意が成立しちゃったんですよね。うん、まあ、あの、もうかなりあの時は絶望したんだけど、その後もっとひどくなるとは思わなかったんだけどね、うん、絶望が本当になんかですね、全然足らんなという感じがします。はい、どこまで落ちていく日本みたいな感じなんですけど、うん、まあこれ直さなくちゃいけないんだけど、 ただ、いずれにしてもこ,これから3年間、選挙ない可能性があるので、はい、危ない。うん、ただね、私その特、あのー、復興特別増税ね、いわゆる復興増税、はいえー、2011年3月11日に東日本大震災が起きて、そのあと所,所得税に上乗せする形で、はいえー、復興税が入ったじゃないですか。あの露骨なです、ね、やり方できないと思う。どうしてですかもう貨幣論と財源論の議論がここまで進んじゃったから、<ー>これはね、それなり効果があると思います。うん あの時は、私はあの時から、あの前からだけど、いや、日本国債発行して復興すらいいじゃねえかと。うん、それで、金利が問題だっいんだと、二次元早い,いんじゃねえかと。言ってましたよ。はい。言ってましたけど、とてつもない少数派でしたよ、私。当時は。みんな何言ってんだみたいな感じだったんですよ。はあ、ですよね。はあはあ、だこれはね、なん例えば例えば、今、まあ、例えばあの藤巻さんたちだったら、だったら、はい、そんなことしたらハイパーインフラッションになるっていう議論になるじゃないですか。 <laughs> 正しいかどうか置いといて <laughs>。そんな議論すら生まれなかったの。ポカーンでしょうね。はい、そんなことで、え、な何言ってるのこの人みたいな感じですよ。<ー>それがもう全然違うでしょ。はいね、藤巻さんもハイパーエンフレが通じなくなったから、日銀ハターとか今度言い出しちゃうし、みたいなですね <laughs> え。どこまで突っ走れたあんたはみたいな話なんだけどあ。ちなみに全然関係ないんだけど、藤巻武さんと、前回出てきた宮沢ゼム、えー、調査会長、はい、同期だって。 あ、そうなんで、ね、?9 年間学校同じだったんでお友達じゃない多分。ね、という予想をしていますあ。9年間同じ学校だったっていうのは事実。 そこでお互い影響を与え合ってたら面白いなって<ー>やっぱ増税はどうするのいや、するよ、それ,それみたいな。<ー>増税しなくていけないんで、どれもあんなもん、みたいな感じでやってたら面白いなと思うんだけど。どうだったんですかはい、わかりませんけどね。えっ、うんはい、と、ま、それはともかく何の話をしたいんだから忘れてしまったんだけど、<laughs> 何の話でしたっけあ、黄金の3年間、黄金の三年間。はい、つまり、増税の3年間になる可能性があるんです。うん、とは言ってもですね、とは言っても、露骨なコロナ増税とかはできないと思うはい。となると何をやってくるかというと、隠れ増税です。隠れ増税 隠れず例えば一番簡単なのがあれですよ。防衛費は増やしますと。それを、えー、みなし国債でやりますよと。ということですね。それで、えー、後で税金で返すっていうのを前提にしとく。と、事実上のこれ防衛税じゃねえかと。さすがに防衛税取って防衛費強化しますが、宮沢だって言えないと思いますよ<ー>、はい。だから社会保障削るって言ってるんで。あ<ー>まあ、それもダメなんだけど。うん だからそういうつなぎ国債ですね。つなぎ国債です。やるという感じで、後で増税っていうのをみんなに知らせない。はい、いや、これって事実上の防衛児じゃないかって感じのは、いくらでもやってくると思います。え、その後になった時には、そのつなぎ国債を発行しすぎたので、 つなぎ国債ってもともと税金で償還することが前提なんですよ、大体。ああ、い。あ、じゃそのために増税しますよって、言わない、だから言わない。言わない。あからも言われない。あとなんか、ですかなんか、うん。だからつなぎ国債の償還用にってことで消費、所得税ちょっと上乗せみたいな感じ形だけど、増税と言わんでしょうね。<ー>つなぎ国債の償還って言うでしょう。防衛税と言わないでしょう。<ー>とかですね、いろんなやり口が考えられるわけなんですよ、ね。<ー>で、で、もっとね、ちょっとやらしいのはね、多分ね、これ今電力危機じゃないですか。はい。 で、電力危機ですよ、と。すると、えー、例えば、えー、九州は、まあ、天候がいいので、メガソーラーの電気余ってます。太陽光のエネルギー余ってます、と。で、東京は危機ですよ、と。すると、九州から送電網で東京に電気送らないんじゃないかと。でき、できないことはないでしょ。うん、というような、こう、議論になるんだけど、その、その、電力会社間の送電網を含めた日本の送電網全体がですね、あまりにも脆弱だっていうのがですね、今回明らかになったんですね。はい、はい。ということで、この記事なんですけど、 えー、7月27日ですね、電気料金、運賃値上げという形の増税というエントリーで取り上げましたけれども、もうこれす、これ実はもう決定してるんだけど、はい、ほぼ決定でしょえ送配電網料金、つまり我々が送電してもらうとこの料金、はい、発電じゃないですね、発電じゃない。送配電網料金が年4200億円増、東電、パワーグリッドなど10社見通しということで、23年度、来年度から5年間の その、宅送料金っていうのかな。まあ、要は電気を送る費用ですね。はい、これについて、5年平均で年4兆7,700億円になって、これが大体いい4,283億円、毎年増えるってことになるんですで、うん、これなんでかというと、だから、送電網の増強などで料金が上がるということですね。で、誰が負担するんですか はい、コケさんです。たです当たり前でしょうと。だから、標準的な家庭の電気料金は、パワーグリッドだと月100円程度これで押し上がっちゃうでしょうと。はい。うことです。でね、これも腹立つんだけど、再生可能エネルギーをより受け入れるための増強と。あるいは古い施設備の更新費用もかさむってことなんだけど、だったらフィット事業者から取れよ <laughs> と思うでしょ。儲かってんだから彼らはい。 それが負担が我々に来る。つまり再生可能エネルギーで、うん、特にメガソーラーでね、バン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 発電するっていうようなことを受け入れられない、受け入れられない送電網の状況だったのが明らかになった。はい、特にあの、事業者間ネットワークの部分というのは。じゃあそこを太くしましょうとか、設備作りましょうって話なんだけど、どう考えたってフィット事業者が払うべきでしょ、これ。そうですね。なんで我々が払わなくゃいけないのと、うん、いうような話なんですね。で、昔は総括原価方式ということで、はい、その送電網の投資含めて、 え、電力会社が事業計画出して、それでコストこんなもんですよ、と。投資含めてですよ。それで電気料金いくらですよ、と。いうような決め方してたわけですよ。まず原価があって、そこに利益を乗っけて電気料金決まるみたいな。それが発送電分離以降ですね、バラバラにされてしまいまして、それ送配電網は送配電網で金取って、発電は発電でという形で分離してしまった分離してしまった。そうするとよくよく考えてみたら、じゃあ、誰が、 送配電もネットワークを強化するのってことになっちゃう、うんですよ。はい。なんか送配電会社が持つのも、ま、持つことなんだけど、おかしな話であって、いや、だって発電事業者って、送配電会社のネットワーク使って電気を送り込んで儲けてるんだから、はい、じゃあ発電会社が持つべき、特にフィットの事業者、うん、じゃないのと私は思うわけですよ。うん、つまり、そのインフラストラクチャーでしょあの、送配電ネットワークって。はい、そこを使ってビジネスやってるわけで。言い方変だけど、発電会社っていうのは。はい。ということは、 そこを強化するって話は、例えば発電会社が持つってならまだわかるし、フィット事業者が持つならさらにわかるんだけども、なんで我々が持つの、うん、という話なんですよね。うん、で、しかもですね、嫌な話なんですけど、総括原価方式がですね、ちょっと変わ,る変わりまして、来年度からかな、レベニューキャップ制度ってなるんですよ。 でこれレベニューキャップ制度ってどういうことかというと、さっき総括減価方式だとね、はい、例えば投資の金額が安く済みましたと。金余りましたと。はい、それとあの、あの、我々の料金を下げなくちゃいけないんです余ったから。はいはい、でもこのレ,レベニューキャップ方式だとですね、その余ったお金って利益ってことで株主還元できるんですよ。あ<ー>これもおかしな話でしょ、はい、ということです。そもそも我々が料金を負担させられてでしょ。で、投資やってみたら、あ,あんなにかからなかった。 ちょっと残った。じゃあ株主様ってことじゃねえのこれって <laughs> ー。はーい。だん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 なんか暴動を起こしたくなってきたでしょう。はい、<laughs> ひどすぎないこれと。うん、でこれ何が問題かというと、そもそも公共サービス、特に電力のような重要な公共サービスについて国が責任持たないというのがある、うんはい。別に送配電網を強化するのを全然反対しません。はい、反対しませんが、政府やれよと。うん、じゃあ財源はどうすんだだから国債発行でいいんですよ。これからもずっと使う、使うんだから送配電ネットワークなんか使うんだからいいんですよと。 いうことなんですが、支出したくねえと。はい、でもさすがに総配電も強化しないとなあとフィット事業者も文句言ってるよな <laughs> と。はい。あの、要は総配電あの、会社間のネットワークが遅いから、はい、ちょっと発電しないでくださいとか言われて、その、儲け損なってる時期があるああ、なるほど。うん、余っちゃう、余っちゃうと困るから電気いは、はい、ちょっと、うん、発電しないでください。じゃ俺損してんじゃないかと。じゃちょっと電力も強化しろよと。うん、じゃあ金払えって言われるのは嫌だから、もう政治力もすごいから、フィット事業者っていうのは。 政治力すごいんですかすごいですよ。<ー>すごい。それ引っ張ったのが小泉純一郎です。あ<ー>まあ彼が原発反対してるっていうのは、それが理由なんじゃないかという疑い持ってますよ、ね、はい、私は。っていうか誰でも持つと思うんだけど。はい。ということで、負担は利用者に。うん、これって増税じゃないはい。うん、はい。これ隠れ増税です。うんうん、で、さらにこれは前取り上げたと思うんだけど、新幹線の、えー、JR 東海はいいんだけどね、JR、えー、東北とか、あと JR 山陰、山陽新幹線とかがですね、あ、山陽新幹線とかが、 耐震化がすごく遅れてるんです。はい。はい。耐震化が遅れてると。うん、で、なんでっていう話なんだけど、結局費用なんですよね。うん。費用がないから、そんな、一気に耐震化進められないんですよ。はい。で、東北の地震の、あの、3月だったっけ東北の地震の時に、東北、えー、新幹線止まっちゃったじゃないですか。はい、ああいうことも起きないようにあら、あらかじめ、あの、耐震化工事やっときなさいって。それはわかる。国土交通省が言うのは。うんうん、でもちょっといや、費用の問題は。ね、じゃあ、政府が出しますってやればいいんだけど、国土交通省がそんな金出せるわけないんで。 利用者の料金です。<ー>はい。利用者の納金に上乗せしていいですよ。<ぁ>これも隠れ増税でしょ、はい、隠れ増税と。<ー>で、さらにですね、これはこ、ここで取り上げたのかなええー、よ国土交通省が7月26日に鉄道運賃制度の見直しに関する交通政策審議会小委員会で中間まとめ案っていうのを出したんですね。その中に、もうこういう言葉すごい作る作るのを前んだけど官僚って、競技運賃制。 競技運賃制というのを導入を盛り込んだと。はい、で、地方の鉄道運営って厳しいじゃないですか。うというか、あの、全体的に日本全体で厳しくて、儲かってるのって JR 東海の東海の新幹線と山の線ぐらいなんですよ、ぶっちゃけ。それが全部厳しいですよね。うん、そうすると鉄道会社としても利益のためにやってるわけだから、配線を増やさざるを得ないじゃないですか。それ困りますよね。それ困りますよね。ってことなので、じゃあ、あの、この、なんかね。 値上げは当然住民から反発されるんですけども、いや、地元が責任持つって形でですね、各地域で話して、協議して、それで運賃決めていいですよっていう話。つまり政府の責任、丸投げなんですよ。だから、あの、各地方の運賃は上がっていくでしょうね。上がるのが嫌だったら、じゃあ廃線にしますよ。いや、これって脅しだろ、これ、みたいな。でも私は地方の鉄道会社を責める国には全然なれない。はい、だって他にどうしろっていうのという話でしょうね。運賃上げるって言ったら、住民から文句来るでしょうと。 じゃあ、配線するって言ったらも、さらに文句来るでしょう。うん、はい。じゃあ、しょうがないから、じゃあ、そこを地元のね、行,行政と三者でこう話し合って、それで運賃を決めて、結構ですよと国土交通省が言ってんだけど、それ責任丸投げってるんだよ。<laughs> すごいでしょ、うん、で、この記事のですね、えー、最後の方に珍しくまともなことを言ってらっしゃる方がいらっしゃいまして、えー、東洋大学の黒崎文夫教授ですね。はい。地元が当事者意識を持って、持続性のある地域の交通計画を策定し、これはまあそうなんですよ。 地元が決めるんです。はい、それに対して、国が予算をつけるべきだと、非常にまっとうなことをおっしゃってて、その通りでございますが、実際はこのままだとつかないから。だから政府としては、あの、競技運賃制認めたでしょうって形で丸投げして、廃線になりました、地方が衰退しました。いや、俺認めたじゃん、競技運賃制。とそれで合意しなかったのが悪いんでしょう。<ー>という形の責任展開をやるに決まってるんですよ。だから全ての、その隠れ増税、隠れ増税だけじゃないんだけど、 構図が分かりますよね。はい、政府はまず金使わないと。でも住民サービスはちゃんと提供しなくちゃいけない。公共サービス含めてですよ。そうするとそれがなくなると困るよ。ということで責任を、えいってか押しすぎちゃえってことをやって金使わないと。それで何か問題が起きたときは、いや何言ってんですかだってちゃんと三社で話したって決めるって言ったじゃないですかって形で転嫁をするんです。責任を。 なんか政府って何のためにあ、はい<ー>素晴らしい素晴らしい,い,いそう何のためにあるんだよと <laughs>、うん、もう国土交通省も NHK もいらないじゃないかとこんなことやってるんだったら何のために議論してたんだっけみたいな金を使わないためにどういうレトリックを生み出すかあ<ー>あれどういう仕組みを生み出すかとだからガスもね節月要請取り上げ,上げましたけどだから節月要請ってって簡単にできないのでその仕組みを今経産省の NHK の官僚たちが作ってると思う、うんであの、えー、サハリン2からのガスの、はい 輸入が止まったらですね、節ガス要請。まずはこうやって。うんはい、最後は罰金みたいな。名前公表みたいな。うん、で、それで、あの、いや、節ガス要請したんだけど、その企業がガス使ってるからこんなことになったんじゃないか。っていう形の責任もあるんだけど、<ー> NHO いらねえじゃないか、そんなことなんならな。<laughs> という、だらけになったので、<ー>ある意味私はですね、なんか美しいこうディストピアを見ている感じです。<ー>はい、もう本に書きたいぐらいです、ね。 というか、あの、私が、あの、そのディストピア系の本を昔書いてたんだけども、それを超えてきてますね。ここまで責任転嫁しないように私の,あの想定だったりしてなかったんだけど、もう完全にその状況になってます。というわけでですね、この仕組みね、こういう構造だよってことを我々知って、様々な隠れ増税に対しても反対していかなくちゃいけない。で、言うべきことは簡単ですよ政府が金を出せですよ。財源は国債、こんだけ。 それをやらない限りですね、どん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 公共サービスは劣化して、はい、かつ我々の,その支払わなくちゃいけないお金だけ増えるから、過族分所得は減っていって、うん、それ社会壊していくんだろうなと、はい、と、うん、思いました。なんかもう進んでますもんね。相当進んでます。うん、で、えー、その最後はだから、お互いに自己責任ですね。嫌、うん、でしょ、そんな社会。だいたい日本の神様はイジェアルだから、 大,体そんな時に大震災とか起こす、<ー>首都直下型地震とか、はい、国民バラバラです、うん、もう復興できないでしょうね、うん、復興できないと。いうような国にこのままじゃなっちゃうので、ですねぜひ皆さん、これから3年間、本当危ないから、はいはい、増税の3年間であり隠、それで表向きの防衛増税みたいな派手なのじゃなくて、消費税増税とかじゃなくて、隠れ増税もいっぱいやってくるってことをです、ね、想定した上で、政治的な声を上げていただきたいわけです。 なぜ日本はコロナで苦しむ国民を救わないのかなぜ日本では自国を破壊する政策ばかり行われるのかなぜ先進国の中で唯一成長していないのか実は日本の没落を望む人々が政府の中枢にいるからでした。そのような内容を解説した書籍が日本の没落を望む7人の反日主義者です。こちらの書籍は書店では購入できません。こちらの QR コードまたは概要欄からお買い求めください。 いつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。そして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、はい、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。